それでは次回1月31日金曜日から放送の番組内容をお知らせします。次回のアイウェーブ松阪は1月に放送したアイウェーブ松阪のニュースをダイジェストでお送りします。このあと20分からは1月のハッピーバースデー1歳になったよお送りします。次回のアイウェーブ松阪もぜひご覧ください。それではこれで失礼します。